こんにちはー、中までたっぷりちはやです。100人マリオチャレンジ難しいで遊んでいきたいと思います。ちょっとマイクの位置を調整、これで OK かな。ちょっとマイクに触る音がしたと思います、すいません。さあ参りましょう。最近暑くねおかしいよね。寒くなったと思ったら急にも何個もと暑くなるし、わけわかんないっすよね、ほんとね。さあ行きましょう、ステージ1。今回は100人マリオチャレンジの難しいですね。で遊んでいきましょう。行けクッパ、行くぞクッパ。なるほど、ふっ煽っていく煽っていく。なるほど、これは入っていいんだな。うわ、突然4択かと思ったらちげえのかいあれだな、クッパが攻めてくるんですね。全部コイン系でしょ。オッケーオッケーオッケーと、うそ反応していく。あ、ここに繋がってたのか。ギリギリ届かねえかな。ここで三段ジャンプすればいけるな惜しい。あー落ちた、やばい、耐えて。あ、やばい、これリセットするってことだもんね。いや、あえてここはクッパ引き寄せーの、おいでおいでクッパちゃん、オッケー。あははは、大丈夫かな。あ、いや、これ入ればいいんじゃねえの。なんだ、あったか普通にあったよ。出てこないで。キノコー。これ、やばいかな。大丈夫そう。ピー踏んでいけと。突っ込みます。あ、結構やばいかも。ピー、あぶね。わかんないから。お、お、ゴールあった。よーし、オッケー。これは下に降りても正解だったんだろうな、きっとな。でもちょっとこれ飛び越えるのが最後きつかったって感じですかね。ステージ2参りましょう。クリア時100機っていうのはね、結構運に左右されますね。落ちたらおしまい。まずね、コースですよね。コースがしっかり、スリーアップできたりするようなコースが当たってほしいっていうのと、これどういうこと？落ちたらおしまいっつうけど。意味不明じゃない？スターはあるんだね。こういう死に覚え系のステージ当たっちゃうとちょっときついんですよね。あれか。普通に落ちたら死亡しますよってことなのか。なんか落ちたらもう隠し的に無理なのかなっていう雰囲気かと思ったけど、そういうことじゃないのね。あ、ファイヤーとかあるんだ。なるほど。これは、こういうことでしょ。トンってなって、トンってなって、オッケー。これで3アップ完了と。そこら辺に多分隠しがあると思うんで、ん？むむむ。うわぁ、そういうこと。ここもチンタラ行きましょうか。こんな感じで。そしたら、オッケーですね。クリアできますね。ステージ3参りましょう。今のステージ2くらいだったら、まだ優しい方ですよ。優しい方。ちゃんと3アップさせてくれるしね。難易度的には全然優しい方なんですけどね。ああいう系統のコースは必ず来るんで。必ず来るんで。左にも赤コインあったもんね。取りに行かないとですよね。間に合うのかな？あ、別にいいのか。下にも。マリオ64バウザーステージ。マリオ64のバウザーステージにこんなのあったっけな。え？わーつ。わーつ。上に行くのかな、これは。届かない高さじゃない？これ。届いた。OK。なるほど。赤コインがあるんで取ってくださいと。これは土管に入ります。込みはない。まあビタミン B1 はとりあえず置いといて。あ、やらしい感じですね。なるほど。あ、なるほどなるほど。これは一気にいっちゃった方がいいのかな。そしたら食らった。結構むずくね。そっか、しゃがみながら行けば簡単だったんだな。さあ
こっから何にも当たらないようにいかなきゃいけないのはちょっと難しいような気もするけど。おっと、おっと、赤声ありますね。そこにもあんのか。ここは下降りて大丈夫。あと2枚ですね。そうか、例えばマリオ64ってあれだったね。あの赤コイン8枚集めないとスターゲットできないやつありますよね。お、中間ありますね。 P スイッチの意味はさっぱりわかんないけど、ボムヘ？ボムヘ？おお、こんな感じで当てていけばいいのかな。おお、おお、ヘイボムヘちゃん、うわわあわあわ、逃げまーす。逃げるが勝ちでしょ、こんな。さあ、3アップできるかどうかですね。あ、できなさそうですね。一応コインだけ集めておいて、目押しか。タン、タン、タン、タン。全然違え。一個ずれた。ステージ4参りましょう。3アップできる機会があればね、積極的に狙っていきたいですね。あぶね。とりあえずクッパサンダーを冷静にスルーしてる。うわ、大丈夫。高さ的にはまだまだ参る。こいつらが足場になってくれるかな。あ、ファイヤーバーガー、下からも。そうか、こうなると見えないから困りますね、結構ね。お、ちょっと高い。さあ、音符。うん、うん、はい、全く問題なしですね。この辺は結構楽楽かな。いただいた。でもこれ3アップはちょ、やばい、アップで、おめ、3アップしようと思ったけどその余裕はなかった。ステージ5参りましょう。土管の中か。右にも行きますね。とりあえず入っておきましょうか。うわあ、これは、土管に入るなってことでいいのかな。うわあ、ちげえのか。でもなんか、あ、これは土管に入るのか。まだ孔明がないだけ救いかなーとも思うけど。三択？三択だね。あ、いや、五択だね。じゃあ真ん中から行ってみようか。お、当てたんじゃないの。俺マジか、珍しい。こんなことなかなかないのに。俺は基本的にあれなんですよね、この選択式はまず間違いなくミスるっていう。選択式は当たらないことに定評のある自分なんですが、こっち表ですよね。ということはまあこのまま右に行けばゴールがあるってことなんですけど、ありましたね、ありましたね。おう。おう。最後作るのめんどくさくなっちゃったのかな。ステージ6参りましょう。クレイティーハウスオブメイズ。迷路だ。うわー、初見殺し機。じゃあ、左から行ってみようか。あー、残念。頼むよ。ひー。三択でミスる。そう。また三択ですね。一番右があったんで、じゃあ真ん中が行ってみましょうか。正解したっぽくね。じゃあ左行きましょうか。耐える。耐えます。帰ってこれねえのか。じゃあもう一回真ん中行ってみようか。まだあと二択なんだよな。とりあえずこれ入るけど。正解？じゃあないね。じゃあ手前か、これか。 OK、 また3択か。じゃあ右、左、入れない。これは助かるね。そしたら真ん中が正解ってことになりそう。下もあるよね。
4つかな。合ってた？わかんない時の右飛び、あ、ミスった。あ、右飛びで合ってた？あれ？でもベルトコンベア左向きだしな。ちょっとドアがよくわかんないんで、先にこっち入って、正解だ。うわぁ、聞い取られたなぁ。これでも被害は少ない方かな。でも3アップできなかったし、だいぶマイナスですね。こういうコースに当たっちゃうと、ちょっと完封はきついかなって感じですかね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお済みでない方はぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。アディオス、アミーゴー。